ビールかけた慰謝料として1億円払え。1億円？ああ、1億円だ。兄貴はお前の娘にビールをかけられて、それぐらいの精神的ショックを受けたんだよ。そんなもの払えるわけないでしょ。もしかしてあなたたち最初からそういうつもりで、メイが言ってることが本当なんじゃないの？イチャモンをつけて私からお金をゆすろうとってしてたんじゃ。私はそうだと思うよ、お母さん。そういうことならご飯代を無料にしないし、クリーニング代も出さない。ふざけんな。飯代はタダにしろ。クリーニング代も払え。そして1億円も払うんだよ。もしそうしないって言うなら、組長呼ぶぞ。組長？いらっしゃいませ。あ、どうしよう、料理も出さないと。少々お待ちください。お母さん、私が案内するよ。ありがとう、メイ、本当に助かるよ。お客さん、こっちだよ。ふぅ、今日も忙しいな。私は葵、高級料亭でおかみをしている。こういう仕事をするの昔からの夢だったんだよね。その夢が叶って本当に幸せ。ちなみに娘のメイはこうやってたまに手伝ってくれている。遊んできなって言ってるんだけど、メイもこういうのが好きみたい。メイはこの店の看板娘になっていて、お客さんにかなり人気があるんだ。おい、ビールはまだか。おっせえぞ。いつまで待たせるつもりだ。ごめんなさい、すぐ持っていくね。あー、他の宅のビールもまだ持っていけてないのに、どうしよう。今日は忙しすぎるや。お母さん、私に任せて。え？メイ、気持ちはありがたいけど、ビールはいいよ、危ないから。大丈夫、私家で練習してるし。ちょっとメイ、ダメだって。そろそろ仕掛けるか。でも兄貴、きっかけが欲しいですよね。ビール持ってくるのが遅いくらいじゃ、きっかけとして弱すぎますもん。それにしても遅いっすね。おい、あれ見ろよ。よいしょ、よいしょ。おかみの娘がビールを運んできている。もしかしてだけど、もしかしてだけど、これってめちゃくちゃチャンスなんじゃないの？そういうことだろ。あ、あ、どうしたの？私が目をやるとメイが転んでしまっていた。メイ、大丈夫？って、あ、こいつ転んでビールを俺にかけたんだよ。シャツがびっちょびちょじゃねえか。これお気に入りのシャツなんだぞ。兄貴になんてことしやがる。本当にごめんなさい。もうメイだからやめてって言ったのに。違うよ、お母さん。何が違うの？私ちゃんと運べてた。運べてないからこうなってるでしょ。うん、ちゃんと運べてたんだけど、この人たちに足を引っ掛けられたの。え？おい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 、人聞き悪いな。そんな意地悪なことするわけねえだろな。俺たち絶対にそんなことしねえよ。ラブ&ピースをモットーに生きてるんだから。嘘つき。おい、お客様に向かってなんだそれは。ちゃんと自分の非を認めろ。メイはこういう時嘘をつく子じゃないの。ちゃんと自分が悪かったことは悪かったと認められる子。この人たちがたまたま出した足に引っかかっちゃったのかもな。でも本当はどうだったかわからないし、とにかく謝ろう。メイに手伝わせちゃった私が悪いし、本当に申し訳ありません。今替えのビールを持ってくるね。今日のお代はタダにさせてもらうし、クリーニング代も渡すから、それで許してもらえないかな。タダにするのとクリーニング代を出すのは当たり前のことだ。それだけで許すわけねえだろ。他に何をすればいい？私にできることならさせてほしい。慰謝料として1億円払え。1億円？ああ、1億円だ。兄貴はお前の娘にビールをかけられて、それぐらいの精神的ショックを受けたんだよ。
そんなもの払えるわけないでしょ。もしかしてあなたたち最初からそういうつもりで、メイが言ってることが本当なんじゃないの？イチャモンをつけて私からお金をゆすろうとしてたんじゃ。私はそうだと思うよ、お母さん。そういうことならご飯代を無料にしないし、クリーニング代も出さない。ふざけんな。飯代はタダにしろ。クリーニング代も払え。そして1億円も払うんだよ。もしそうしないって言うなら組長呼ぶぞ。組長？そうだ、実は俺たちヤクザなんだよ。ヤクザ、毒図組っていう組のな。毒図組か。ふーん。の、その様子だと毒図組のこと知ってるっぽいな。うちも有名になったもんだな。知ってるなら話は早い。毒図組が女子どもに容赦ないのは知ってるだろう。特に一番恐ろしいのが組長。その組長を呼ばれたらお前大変なことになっちゃうぞ。そんなことになりたくないだろう。ほら1億円払えっての。いいですよ。何？だから呼んでもらっていいですよ。呼ぶなら早く呼んでください。お前。まあ兄貴、きっと諦めたってことですよ。1億円なんて払えないだろうし。なるほど、そういうことか。今すぐ親父を呼んでやるよ。よしよしよし、ここまで完璧ですね。もう女は諦めモード。組長が来たら言いないでしょう。この女めちゃくちゃ組長のタイプ。この女を献上すれば俺たちは大出世できちゃいますね。兄貴は一気に若頭になるかも。げっへっへっへ、きっとそうなるな。いや、お前のおかげだよ。お前がおかみを見つけてくれたおかげだ。若頭になって、その後には組長に。その時にはお前のこと若頭にしてやるからな。楽しみにしてます。どこまでもついていきますよ、兄貴。ねえ、いつになったら呼ぶの？待ってるんだけど。今呼ぶっつの。もしもし親父。おいおいおい、上納金もいい女も納めない、そんなやつがよく俺に電話なんかしてこれたな。俺の大切な時間を奪う価値のある要件なんだろうな。もし間違い電話だったりしたら、お前の指をちょん切るぞ。あ、おやじ、今まですみません。でもちゃんと価値のある要件なんです。見つけたんですよ。親父のタイプの黒髪長髪で、親父より年上の美女。なんだと？間違いなく親父のタイプです。散々脅して親父の怖さを教えたので、すぐに持ち帰れます。なんだなんだ、そういうことなら早く言えよ。よくやった。すぐに向かうから店の場所を教えろ。本当に俺のドストライクな美女だったら、お前の昇進も考えてやるぞ。は、はい、ありがとうございます。おい、親父めちゃくちゃ喜んでたぞ。よっしゃ。おい、今から親父が来るから逃げたりすんじゃねえぞ。もし逃げようとしたら、お前の娘のこと。逃げたりしないから大丈夫。はっ、もうすべて諦めたってわけか。そりゃ都合がいい。5分後。おい、来たぞ。早っ。かっ飛ばしてきたからな。美女を手に入れられるチャンスを逃すわけにはいかん。で、その美女どこだ？早く見せてくれ。わかりました。はい、こっちに来い。うん。おほー、確かに俺のドストライク。よしよしよし、親父に気に入ってもらえた。おい女、親父についていけ。もし逆らったら親父にボコボコにされるぞ。
おとなしくホテルまでついていけば、親父も優しくしてくれるだろうし、そこでも認められれば愛人になって、これから裕福な生活もできる。こんな店やらなくて済むんだ。悪い話じゃないだろう。いや、悪い話だから。別に生活に困ってないし、やりたくてこの仕事をやってるの。けっ、いいから親父についていけ。痛い目に遭いたくないだろ。ついていかなくてもそんなことにはならないと思うけど。いやいや、なるんだよ。今までも反抗的な女は痛めつけてやったんだよな。それでも反抗する女は子供をボコしてやるということを聞くんや。その時の女の泣き顔は笑えるぜ。さっきまで強がってたくせに、子供を殴った瞬間態度が変わって、泣いて何でも言うことを聞くって言い始めるんだ。本当にヒロシちゃん、あなたは相変わらず毒ずね。ヒロシちゃん？ヒロシちゃんだと？おいお前、親父を下の名前で呼んでちゃん付けするなんて舐めてんのか。もうやっちまいましょう、娘のこと。こいつの態度だけは許せねえ。泣いて何でも言うこと聞くと懇願してくるようにしちゃいましょう。そうだね。あて、どうかしましたか、親父。もしかしてあなたのお名前葵さんだったりします？あれ、なんで親父、おかみの名前知ってるんですか？そうです、葵ですよ。お親父。小僧、出世したな。姉さん、姉さんですか？そうだよ、ひろしちゃん。いや、懐かしいね、ひろしちゃん。お前、まだヒロシちゃんって呼ぶなんて、ぶっ飛ばすぞ。やめるな。でも、というか親父、今姉さんって言ってませんでしたか？ああ、そうだ。この人は俺が前いた噂組の組長の奥さんなんだ。穏健派すぎて嫌気がさし、親父が辞めたっていう噂組の。へえ、ヒロシちゃん組員にはそんな風に話してたんだ。でも実際は違うよね。嫌気がさして辞めたんじゃなくて、辞めさせられたんだよね。うちの掟、肩着に迷惑をかけないってルールを破って破門になったんでしょ。それをそんな風に言ってたとはね。しかもあの時約束したはずなんだけど、もう二度とヤクザにはならないって。それで許してあげたんだったよね。噂でヒロシちゃんが組を立ち上げたって聞いてはいたけど、まさか本当だったとはね。ごめんなさい、ごめんなさい。許してください、姉さん。許すわけないでしょ。ヤクザをやってるだけじゃなく、未だに肩着に迷惑かけてるみたいだし。もうしませんから。あの親父が震えて頭を下げてる。そんなに恐ろしいやつなのか？いや、そんなわけないだろ。たかが組長の妻だし、噂組はうちと違って穏健派。本当は大したことないはず。親父は自分が最初にいた組だからって過剰に恐れてるだけだ。なるほど、そういうことですか。そういうことなら恐れることはない。親父の代わりに俺たちがボコしちゃいましょうよ。そしたら親父のトラウマ的なものもなくなって、俺たちさらに評価アップじゃないですか。兄貴、一気に若頭になれちゃうかも。ああそうだな、やってやるか。親父、ここは俺たちに任せてください。この女とこの女の娘をボッコボコにしてやりますよ。何考えてるんだ、やめろ。この方だけはダメだ。何言ってるんですか。親父は噂組を過大に評価してるんですよ。親父が言ってたように、噂組は穏健派、何も怖くないですって。そうそう、俺たちだけでもやれちゃいますよ。確かに噂組は穏健派だ。その人は違うんだ、過激派なんだよ、その人だけ。夜のベッドの上で過激ってことですか？なるほど、
わさ組にも過激派がいるんですね。ダッハハハ。違う、本気で言ってんだ。やめろ、絶対にやめろ。その人に歯向かうのは、見ろ。え、親父カツラだったんですか。ねえ、これは昔。すみません、許してください。もう二度と片木には迷惑はかけませんって言っても三度目だよね。でも、もう本当にしませんから。それ聞くのも三回目。他のみんなほど私は甘くないから。お願いです、姉さん、信じてください。じゃあ、信じるか信じないか神占いで決めよっかな。神占い？もうしない。ブチーガー。またする。ブチーホギャーで、ことがあったんだ。この人は本当にヤバいんだよ。おいおい、女にそんな風にやられちゃうって、うちの組長本当は大したことないんじゃねえのか。ぽいっすね。これ、俺たちがここでこの女をボコせば、兄貴が組長になれちゃうんじゃ。そして俺が若頭って、ありよりのありじゃないですか。ああ、ありよりのありだな。よーし、やったるか。アホか。絶対にダメだ。その人に手を出したら。俺たちはもうあんたに従わねえ。誰があんたみたいな情けない男の下につくかっての。違うんだ、お前らのためを思って言ってんだ。俺が情けないから姉さんにやられたわけじゃないんだよ。姉さんは極道の中でもヤバいお方なんだ。黙ってろっての。俺たちはあんたがビビってるこの女を倒して毒図組を乗っ取ってやる。兄貴、バッチし全部映像に撮ってますから。その女を倒してクミンに見せれば間違いなく兄貴にみんなついてきます。気が利くじゃねえか。じゃあ行くぞ。覚悟しろ女。女はさっきまでそこにいたはずなんですけど。ジャバジャバー。何すんだお前。何かけだ。うわぁ、ぬるぬるする。なんだと思う？ヒントは料理に使うもの。もしかして油？ピンポンピンポーン、大正解。俺たちに油なんか浴びせやがって。絶対に許さねえぞ。兄貴、やっちまってください。ああ、うりゃー。うわぁ、兄貴、何してるんですか。滑るんだよ、油で。あ、そういうことですか。なるほど。お前、それが狙いでこんなこと。お母さんのことを舐めすぎ。そんなもんじゃ済まさないよ、お母さんは。じゃあ何をするって言うんだ。姉さん、勘弁してやってください。それだけは。この通りです。ごめんね、ひろしちゃん。私、今めちゃくちゃ怒ってるから。娘をボコボコにするとか言われて、メイを守るためにも本気で行かせてもらうよ。松明を持ってる？こいつ何をするつもりだ？まさか俺たちのことを燃やすとか。俺たち油かかってますし、よく燃えそうじゃないですか？いや、さすがにそれは人として。ピンポンピンポン、大正解。いやすごいよ、さっきからずっと正解してるね。ご褒美としてこの火をプレゼントしちゃう。あ、これだ。おい、人の所業じゃないぞ、そんなこと。だから言ったろ、逃げろ、逃げるんだ。うわダメだ、油で滑って逃げられない。俺たち燃やされるの？嫌だ！そんなの絶対に嫌だ！誰か助けて！ごめんなさい！ごめんなさい！この通りですから！許してください！そんなに許してほしい？もう、
もちろんです。じゃあ、神占いで決めてあげるよ。神占いって、まさか。そう、ヒロシちゃんにあったやつ。じゃあ、行くよ。許す。ぶちー。ほりゃー。許さない。ぶちー。のりゃー。数十分後。ぶちー。のりゃー。あれれ、もう髪の毛なくなっちゃった。もう勘弁してください。最後どっちだったっけ。許さないだよお母さん。なら許さないだ。これからもっと地獄を見せてあげる。ひえ。もちろんひろしちゃんもだからね。このままじゃまずい。命を落としかねない。こうなったら、あ、メイ、何してんだお前たち。俺たちをここから逃がせ。逃亡資金もよこせ。さもないとはこの娘がどうなっても知らないぞ。ナイスです兄貴。くぅ、わかった、言う通りにするから。だ、助かった。てめえら、うるぅ、なんか飛んできた。包丁、厨房から包丁が飛んできましたよ。隙あり、まさちゃんナイス。なんだお前。厨房の料理人が包丁を投げてきた。おやじ。え、おやじ、噂組の組長だよこの人は。そう、このお店、私たち家族でやってるお店なんだよね。マサちゃん料理がとっても上手だから。俺の娘と嫁に手を出そうとしたんだ。絶対にてめえらのことは許さねえぞ。どう料理してやるか。あ、こんなのはどう。私明日遠足があるから。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。なんでこんなことに。屈辱的だ。だからやめろとあれほど。こんなもんで済んでメイに感謝してよね。とりあえず一生こうしてて。一生。なんか文句ある。ありません。頭に血が昇る。こうして一件落着。極道がやってる店だとこういう変なお客さんが来た時の対応も楽でいいよね。これからも家族で楽しく明るく料亭を経営していこうっと。いらっしゃいませ。おい、俺たちはヤクザだ、見かじめるよ。バーン。お母さんナイス。いや、やりすぎだ葵。なんで店の玄関に爆弾仕掛けてるんだよ。